ちは。ことぶきやポケモンフィギュアシリーズ最新ニュースのお時間です。本日紹介するトピックスはこちらの4点です。アート FXJ 後期ウィズ彦猿のイラストが本日発表となりました。イラストを手掛けたのはおなじみの有賀仁先生。同じ方向を向いている後期と彦猿が描かれています。旅の途中のワンシーンを思わせるイラストです。番組では有賀先生のラフイラスト制作中の様子を独占入手しました。打ち合わせ中にラフを進めていく有賀先生、あっという間に形が浮かび上がっていきます。後期はポケットモンスターダイヤモンドパールの主人公。ダイヤモンドパールのリメイク作品であるポケットモンスターブリリアントダイヤモンドシャイニングパールや、遠い昔の神王地方を冒険できるポケモンレジェンズアルセウスと合わせて注目ですね。続いてはこちらの話題です。アート FXJ はるか with アチャモの原型が完成しました。動画をご覧ください。モンスターボールを片手に躍動感あふれるポーズのはるか。アチャモはコロンとした小さな体から一生懸命炎を出している姿が非常に愛らしいですね。以前発売したアート FXJ はるか with 水五郎と並べても魅力的なデザインとなっています。アート FXJ はるか with アチャモの今後の進捗情報はことぶき屋のツイッターなどでお知らせしていきますので、ぜひチェックしてください。今ちょうどスタジオにアート FXJ シロナウィズガブリアスのサンプルが届きました。ちょっと見てみましょう。はい、こんな感じです。すごいボリュームですよね。こちらは工場で開発中のサンプルということで、これからまだまだ調整していきます。シロナさんは全身黒の衣装ですが、コートとインナーとファーの部分の色がそれぞれ微妙に異なっていて、髪飾りやシューズのラインはメタリック塗装でワンポイントになっています。とても上質な雰囲気ですね。そしてなんといってもガブリアスのこの大きさと凛しさ、シロナさんにとって非常に頼りがいのあるパートナーであるということが伝わってきますよね。こちらのアート FXJ シロナ with ガブリアスは今年の9月の発売です。発売が楽しみですね。さて続いてのトピックスに移りましょう。皆さんご予約はお済みでしょうか。ポケモンセンターオリジナルフィギュアダンデ&リザードンが受注受付中です。ポケットモンスターソードシールドに登場したガラル地方のチャンピオンダンデとそのパートナーポケモンのリザードンがセットでフィギュア化となりました。ポケモンセンターオリジナル商品となっており、ポケモンセンターオンラインとアマゾンで受注を受け付けています。ではなぜことぶき屋の番組からお知らせしているかというと、ことぶき屋がフィギュアの制作協力をしているからなんです。これまでにリーリエ&コスモックをはじめとした6商品のポケモンセンターオリジナルフィギュアをことぶき屋が手掛けており、今回のフィギュアダンデ&リザードンも納得の仕上がりとなっています。まだご予約がお済みでない方はお早めに。それでは本日最後の話題です。今年の2月に実施したアンケートの回答結果が今後のことぶきやポケモンフィギュアシリーズの展開に大きく影響を与えそうです。ことぶき屋では2月27日にことぶき屋ポケットモンスターフィギュアシリーズのアンケートを実施。3623件の回答が集まりました。中でも目立ったのが主人公のフィギュアをもっと並べたいという声。ことぶき屋は今後これまで商品化していない主人公の商品化にも力を入れていくとしています。また再生産の要望にも応えていくそうです。今後もアンケートを実施する予定ですので、
ぜひご参加ください。以上、本日のトピックスでした。これからの展開が楽しみになる情報が盛りだくさんでしたね。ことぶき屋のポケモンフィギュアシリーズにご期待ください。それではまたお会いしましょう。